こんにちは、ジュピ大佐です。今僕は奄美大島に来ています。奄美大島のマングローブ原生林のところから動画を撮影しています。今回は4泊5日奄美大島の良さを隅々までお届けしたいと思います。それではお楽しみください。一緒に友達と2人で来る予定だったんですが、その友達がまさかの飛行機を逃すというサプライズとピーチで来たんですけど、チェックイン30分前っていうのがもう絶対なので、それを逃すと撮り直しになります。皆様もぜひ気をつけてください。桜さんです。それでは行きましょう。よいしょ。うお、綺麗だね。早くやってるよ。うお。綺麗だ。すごいなこれ。
倉崎海岸到着しました。それではご覧ください。これです。空を見上げる時間が最高に贅沢です。今回泊まった宿がこちらです。ホテルビッグマリン奄美。めちゃくちゃいい宿でした。コスパがすごいいいですね。ツインで2人で6000円だったので、まあ、1人1泊3000円、大浴場のお風呂自体大きくはないんですけど、サウナもついていてとてもゆっくりできるし、市街からは少し離れているんですがゆっくりできる場所だと思うので、ぜひ泊まってみてください。